はい、それでは、初等カースの部分ですね、まあ、これからいろいろ使っていくカースの部分をそこに見ていきたいと思います。まあ、最初は大体当たり前のものから見ていって、だんだんその逆三角関数のような、まあ、ちょっと少しは地面になるかと思います。教科書で言うと、40ページから使っていますので、各自、確認。おいてください。一応まあ、これから箇条書きで書いていきますけれども、その教科書の、まあ、1番、2番という項目に、対応させて、書いていきたいと思います。で、あと、まあ、大体最初の方は皆さん当たり前のものが多いと思いますので、まあ、その辺は適当に、場所も流してみてください。で、最初に出ておりますのは、定数関数ですね。まあ、fx イコール c といったような定数関数なんですが、まあ、これの同関数はどうなるかというと、これは多分非常に明らかだと思いますけれども、まあ、定義に従って同関数を計算すると、この辺は多分皆さん写さなくても大丈夫だと思います。でそうしますと、まあ、結局定数関数ですから、分子が0になるわけですね。ということで、まあ、定数関数をの同関数は常に0になるという、まあ、ことです。これは非常に、まあ、当たり前のことだと思います。次に身近なものとしましては、教科書の項目の2番と3番をまとめて扱いますけれども、べき関数と呼ばれるものです。教科書の項目の2にありますように、 n が0以上の場合と考えますと、これに関してはその積の微分の公式と記号を使えばいいわけです。で、次の場合なんですけれども、n が負の場合なんですが、
この場合は、まあ、上の2番目の結果と、まあ、正面の部分を持ちます。そうしますと、xn 乗ですね。で、x の代入れした xn 乗の微分なんですが、これを x のマイナス n 乗分の1の微分的に表します。でこうしておきますと、この x のマイナス n 乗っていうのは、今 n が負ですから、ここが x のべきな正なんですね。そうすると、こちらの2のケースに帰宅することができます。で、まずはここで、小の微分を使って、マイナス x のマイナス n 乗の2乗 n のマイナス n 乗の微分になりまして、x のマイナス n 乗の微分はこの2番に付着させると、この辺は多分皆さん各自で計算してうまくいくでしょう。最終的に、これは nx の n マイナス1乗ということで、n が、正の場合も負の場合も同じような結果になるということが分かります。指数関数ですね、項目の4が、教科書ですと47ページにするんですけれども、指数関数 P の質量です。ちなみにここまでの授業では詳しくはやりませんでしたけれども、指数関数も連続であるとか、それから微分可能であるといった、基本的かつ大事な性質もあります。ですので一応ここで微分を計算しているということは、そういうことも踏まえてやっていると思ってください。で、定義通りに計算しますと、これ P の x 乗を外に出して、こういう形になります。これがその教科書での書式の番号が作られているので、教科書の式の2と23と呼ばれるついているものです。
で今度はそのフェーズ変換をするんですね。t という変数、これを銀の h 乗前にすると、でそうしますと、でこれを h について解きます。解きますと今度は e の h 乗の h が出てきますので、この結果はログになります。それからあと h を0に近づけるときに t がどうなるかっていうことなんですけれども、ログ1の値が0ですから、 h を0に近づけるということは、まあ、t を0に近づける t を0に近づければ h も0に近づくということで、まあ、h イコール h を0に近づけることと、まあ、t を0に近づけることは同時であるということが分かりまして、それでそのこの極限の式ですね、この極限の式を t を使って書き換えることができます。で、まあ、この式だったんですが、これをt を使って書き換えますと、こういう形になりますね。で、分子の t を分母に組み込みますと、まあ、こういう形になります。ここまでこう計算しますと、そのなんとなくこう気づく人は気づくと思うんですが、この1プラス t の t 分の1乗ここですね。でこれ多分自然対数の e の定義でこう覚えてる人はこう思い出すと思うんですけれども、ここに極限ですね、 t を0に近づける極限がありますから、そうするとこの中がまあ、e に近づくんじゃないかと、思う人が多分いるでしょう。確かに実際、そうだと思います。でただ気をつけなければならないのは、今ですね、この式っていうのは t を0に近づけるというその極限を取る操作が、この式でログの外に出ています。どういうことかっていうと、これまず一つのある関数、 t に関するある関数なんですね。 t に関する関数で、で、まあ、t に関する値をなんか出した上で、この関数の値をこう t を0に近づけていったときに、この関数の値がどうなるかということを、考えているので、本来ですとそのここが、この黄色い線で囲った、この黄色い部分が e に近づくっていうのは、ここに対して、その t をだんだん0に近づけていったときに、そのこれが e に近づくっていうのが分かるんだけども、ただこれ、この値の、このログを取ってるんですね。だから、この値のログを取ったものを、その t を変化させると
というふうに、なるというところはちょっと、すぐには計算できないところなんです。これちょっと注意してください。だから、もともとやった自然対数の定義の定義では、この部分を直接t をどんどん近づけて様子を見るんですけれども、今ここで調べている関数は、これのログを取っていますので、そうすると、このログと極限がそのような交換できるかどうかということに気をつけなければなりません。で、結論から言うと、このログと極限の交換はできます。でなぜかというと、それは、この対数関数 log x が連続だというのがその理由です。で、関数の連続性に関しては、ちょっと考えますけれども、関数の連続性をやったときにですね、例えば F がある点 X で連続であることの、その定義を、まあ、大雑把に述べるとどうだったかというと、その FX という値ですね、こちらはその関数の値を考えるんですけれども、関数の値で、x を a に近づけていったときの値が、その a における f の値に等しいというのがその定義だったんですが、この a における f の値というのは結局、この a の部分は、この関数の中で、この変数 x を a に近づけていくということと、まあ、同じ意味になるんですね。そうすると、ここで皆さん、分かれると思うんですが、連続関数においてはこの極限とそれから関数の値を取るという操作を順番を変えても良いというのが実は大事な性質になっています。ですので、この例ですと、この本来はこの値のログを取ったものでに対してその t をだんだんゼロに近づけていかなければならないんですけれども、それはこの関数 log x が連続だから、先にここでですね、この中で t をこう0に近づけていた極限を計算して、そのログを取っても良いということが保証されています。で、それを使いますと、一応それもう一回書きますと、まずこれが、まあ、いいですね。それから、これがいいに等しくなって、それから、この対数関数の、まあ、連続性より、
という結論になります。ここまでですか。で、E の X 乗の部分をしました。次にそのログ X の部分ですね。序盤です。これはこれも皆さん、ご存知だと思いますが、逆関数の微分というのを、ここでこっちでログ X の微分を求めることができます。で今そのログ X を Y というふうに置きましょう。で、これに対してその X イコール G のy、これを e の y 乗と置きますと、f はその g の逆関数になります。ここで、この y、あと、じゃあこの E の Y 乗の性質、E の Y 乗っていうこの関数の性質なんですが、この G の Y は、この実数のすべての値で、これまでの授業では改めてきちんとやらなかったんですけれども、単調という性質があります。大体皆さんその E の X 乗を想像して思い浮かべてもらえれば分かると思いますが、E の X 乗っていうのは実数の全ての実数の中で定義されていて、しかも単調増加ですね。で、微分可能である。という性質がありまして、でさらに、この GY の1回2分というのを考えますと、これは、やはりこれ E の倍量ですから、この全ての実数で、0になることはない。で、じゃあここまで準備すると、先ほど前の時間でやりました、定義 2.6 を使って、逆関数の微分を求めることができて、ゆえに、定理 2.6 より、G の地域というのは、正の範囲の実数ですね。G の地域で、
という感じで、でその導管数というのは G の導管数の逆数になっていて、この前に y というのはもともとログ x でしたから、代入しますと x 分の1というふうになります。でこれが教科書47ページの式の 2.24 式に表れている式です。でちょっとこれ上げておきますね。ここまでいいですか。板書が早すぎたらちょっと待ってくれて。6番目が教科書ですと48ページになるんですけれども、これで x がイコール x の値です。ここでこの先ほどはこの指数が、まあ整数の範囲で考えていたんですけれども、今回は x は正で、アルファは、まあ2の実の整数ということにします。でこのような場合によく用いられる計算法としては、これも皆さんご存知だと思いますが、対数微分法を使うことで、この例えばこの導管数を求めることができます。で対数微分法はその、まあ、元の関数を考える代わりに、その、自然対数ですね、ログを取って考えるんですけれども、注意しなければならないことは、そのログ x っていうのは、定義域が x が0より正の範囲でしたので、ですのでこの関数のログを取ろうと思ったら、元の関数を取る値が常に正であるということをが必要になりますので注意してください。じゃあこの場合は、x を正の範囲に、制限してますので、そうすると fx も常に正になりますので、ログを取っても大丈夫ということになります。そうするとログ fx を考えることができます。イコール x のアルファ上の両辺のログを取るわけですね。そうするとログの fx イコールアルファ倍のログ x になりまして、それで両辺を x で微分します。
そうしますと、左辺の方は、ログの、まあ、合成関数の微分になりますから、で、数分の R'X。それから右辺の方は、まあ、6X の微分になりますので、X 分の R と。こういう形になりますね。で、まあ、この結果から、A プラス X を求めますと、アルファかける、FX、RX ですから、アルファかける X の、まあ、アルファマイナス1乗。ということで、その、X の指数が整数でない場合にも、同じような公式になるということが示されます。で次に出てくるのが三角関数ですね、うん、教科書でいうと48ページの最後下から2行目のこういうのがです。でまず最初に FX が Ψ の微分をしましょうということで、まあ、これも一応、まあ、確認のためにこう書いていきますけれども、まずはその定義に従って相関数を書くと、格言で表すんですね。でその次にどうするかっていうと、この sin の x プラス h という部分をその加工定理を使って展開します。これらの局面を見ていくわけなんですけれども、まあ、
料でちょっと取り扱ってなかったんですが、H 分の際 H っていうのを式は H を0に近づけると、これ1に近づくという話は多分皆さん高校の時期でもやられたと思いますけれども、そういう性質がありますので注意しておきます。であと問題残りの部分なんですけれども、この部分をちょっと見てみましょう。この部分なんですが、コサイン H マイナス H を配置、これがを使って ちょうどあれですね、シータ、サインシータという形が出てくるようにうまく書き換えてしまいます。でそうすると、足りない項が出てきますので、それが足りない項を補うと。こういう形で表されます。で、この極限がどうなるかって言ったんですけども、この部分はちょうどシータ分のサインシータという形に作り直したので、毎合に1に収束します。で、最後にこの因子が4分の1ですので、H を0に近づけると実は0に収束します。ということで、結果として、この式は無限なく0に収束します。ということはですね、実はこの H 分のコサイン H マイナス1っていう因子が実は H を0に近づけると最終的に0に収束することが分かりました。ですのでこういう形で表されていたんですけれども、この部分ですね、この積、この因子項は結局0に収束しまして、こちら右側の項は結局このコサイン X だけが残るという形になりまして、最終的にはこの極限はコサイン X ということで、FX、サイン X の微分か、サイン X の同関数がコサイン X になるという、非常に、よく知られ、皆様よくご存知の結果ですけれども、このように導かれました。で、
sinx をやりましたので、次に、まあ、sinx なんですけれども、これは、実は、サインの x で表すことができます。それを使いますと、合成関数の微分になりますから、で次に8番目ですね、教科書49ページの方なんですけど、8番目としてそのタンジェント x とその逆数ですね、逆数であるコタンジェント x が入っています。最初にタンジェント x から見ていきましょう。でこれは皆さんよくご存知だと思いますが、sinx 分の sinx ですので、じゃあ小の微分の公式を使って、あと sinx と cosx の微分を使えばよいということです。この辺は皆さん多分よくご存知だと思うので、まあ、ノートは省略して多少省略しても構わないと思いますが、そうすると、分子が1になりますね。でこの cosx の、 逆数、逆関数じゃなくて逆数なんですけれども、こういう記号で書いて、セカンドと呼ばれます。で、まあ、そんなに使わないと思うんですが、一応、このセカンド x っていうのができたら、単純にこれ、cosx 分の1だと見てください。以上がタンジェント x で、2番は、fx イコールコタンジェント x というのは、多分知ってる人もいると思います。タンジェント x 数分の1ですね。タンジェント x の逆数。
まあ、これが自分も結局1番と同様でして、この場合は sinx 分の sinx の小の微分になりますので、これ1番と同様にしますと、結果だけ書きますと、Xはマイナス sin 二乗 x 分の1。で、sin x 分の1のことを、コセタントと呼んで、フォーセックとか、あるいは、もうちょっと短めにして、CSC というような言い方もします。多分、知ってる人も多いと思いますけれども、確認しておいてください。で、これちょっと上に上げておきます。細かい計算は、タンセント X の微分の時と同様ですね、省略しますが、各自確かめておいてください。で、多分ここまでは、まあ、皆さん、その高校のまでの積分で、まあ、一通り通ったことがある話だと思いますし、そんなに、まあ、確認程度でいいと思うんですが、次 の、 その三角関数の逆関数がやっぱり話の本番といいますか、一応皆さん、この大学の時の授業できちんと聞いておこうという話になるかと思います。50ページですね。ただし項目の9という項目だけが49ページの一番下の行にあって切れてるんですけれども、教科書の50ページからその、まずアークサイン X の相関数について説明します。これは sinx の逆関数でしたので、定義値が制限されていることに注意してください。それから、本来、sinx は、マイナス1と1においても定義がされているんですけれども、微分可能な点というのが、両方の観点は除きますので、ここに注意してください。で、このアークサイン X なんですけれども、Fx というのは、サイン X の逆関数です。マイナス2分の π から2分の π の範囲です。この範囲で、
t がこの範囲ですと、t のサインの値を取って、それをアークサインで戻せば、元の t がに戻るというところをまず確認しましょう。微分します。そうしますと、F だったところは F ダッシュのサイン T になりまして、合成関数の微分ですから、sin t の微分は t で微分しますので、sin t。で、右辺の方は、t を t で微分しますので、1が出てきます。今求めたかったのは、この fx の、x による微分だったんですね。ですので、ちょうどここを sin t を、x というふうに置いて、そしてそれで残りの cosin t とか t の関数の部分を x の関数で表せば、f'x がうまく求まるというふうになりますので、その方針で計算をしてみましょう。そうしますと、x を、sin t と置きます。この時、今、x の範囲は、マイナス1と1の間で関係を含まないとしておりますので、t の範囲はどうなるかといいますと、x は sin t と置いてまして、で、t は、マイナス2分の π と2分の π の間というところに置きます。あそこからこう置いて、しかも、なんていうのは含まないところですね。その時に、まずコサイン、そうか、結局そのここが今 x と表していますので、これをこの x の関数で表したい、コサイン t を x の関数で表したいということですね。で、じゃあ実際どうなるかというと、コサイン2乗 t というのが1マイナス、サイン2乗 t ですね。ということは、このサイン2乗 t が今 x 2乗ですから、サイン2乗 t は1マイナス x 2乗で表されることになります。ちょっとありましょうか。ここまでいいですか。サイン2乗 t が1マイナス x 2乗。それで、今求めたいのは cosin t なので、そうすると cosin 2乗
t がこうですから、コサイン t というのは、これの、まあ、平方根を取って、そのプラスマイナス、ルート1マイナス x 乗の、まあ、どちらかということになるんですが、その符号を決めるにはどうすればいいのかというと、今、t の範囲を考えますと、t がこのマイナス2分の π と、2分の π になりますね。で、ちょっと単位を書いて考えますと、t がマイナス2分の π と2分の π の単位で、で、こう t に対して、まあ、コサイン t になりますから、そうすると、この t の範囲では、コサイン t というのは、この赤の部分で、しかも、ここを3点含みませんから、このコサイン t の、この0は含まないということで、コサイン t は正であることが分かります。で、最終的に f ラッシュ x というのはコサイン t 分の1なんですが、これは実は1マイナス x 乗のまあルートですね。ルート1という形になります。ちょっとこれ上に入ってここまでいいですか。これ今、アークサイン x の部分ですね。じゃあ次に続いて、アークコサイン x の部分を動画させてみましょう。ここで、tdtx は、マイナス1から1の範囲ですね。でまず言えることは、f(x) っていうのは、コサイン x の逆関数ですね。コサイン x の逆関数で、で、その、地域はどういう範囲だったかというと、アークコサイン x の地域は0から π の範囲です。で、この範囲ですと、コサイン t を f で戻すと、まあ、t に戻るということなんです。で、先ほどと同じようにまあ、今度はここですね。x とコサイン t のところをその x と置いて、で、まあ、等関数を求めようということを考えるんですけれども、
まあ、今回はその先ほどやりましたあのアークサイン X の動関数をうまく使って表すことをちょっと考えてみたいと思います。で、ちょっとここから X イコール、コサイン T になるわけなんですけれども、でここをですね、アークサイン X をこうのビルを使うために、これをまあなんかあのサインセンターを使って表したい。気をつけなければならないのが、その t の範囲なんですね。今そのアークサイン x の動関数を考えるために考えているこの t の範囲というのは0から π の範囲なんですけれども、アークサイン x の時にはこの t の範囲がこのマイナス2分の π から2分の π で表されていました。ですので、このコサイン t を、まあ、サインのなんとかセータを使って表すためには、このセータが2分の π と π の間に収まるようにしておかないと、このアークサイン x の逆関数で戻したときに、角度がうまく戻らないことになります。ですので、このときに、マイナス、そうですね、2分の π と、2分の π を満たすように、そうです、満たすように、この移ってこう満たすように、θ を取る必要があります。θを t で表す。で、その条件を満たすように、実際に取ってみますと、これが、マイナスサインの、t マイナス2分の π という形で表せれることが、分かります。これはちょっと皆さん実際に考えてみてください。まず、この t の範囲なんですけれども、もともとのこのコサイン x を考えているときは、これ0から π の間で考えたんですね。でそれが、コサインの、この、まあ、θ ですね。θ は、結局 t マイナス2分の π にしておきますと、この θ に関しては、θ に関してはマイナス2分の π と。π の間を置くことになりますので、これこうしとけばこのサイン θ を、アークサイン x で戻すときにちゃんと角度を元に戻るということが保証されます。でその上で、まあ、皆さんご存知のようにこのコサイン t っていうのはこのサイン、x をこう2分の π の何倍かでこう右か左にずらした関数なんですけれども、でこれはちょうど、サインの t を2分の π だけこう左にずらしたんですかね。左にずらすと符号が反対になりますから、ここでマイナス1をかけておくと、ちょうどこの2つの関数が同じものとして表されるということが分かると思います。ということで、x がコサイン t だったものから x を実はマイナスサイン t の2分の π で表しまして、そうしますと、
で、この時に、もともと t はあのアークコサイン ax だと思うんですけれども、ここですね、ここなんですが、x はマイナス sin の t マイナス2分の π として表しましたが、t に関して t 言えることは、この t マイナス2分の π というのが、これちょうど、アークサイン x で、ここを適用させますと、マイナス、まあ、こういうのがうまく成り立つということが分かると思います。今このように x を置きましたので、で両辺をアークサイン x に戻すと、ちょっとこうなると思います。で、実はここ t が入っているんですけれども、その t というのは実はもともとこのアークコサイン x でしたので、まとめると、アークコサイン x マイナス2分の π イコールマイナスアークサイン x となりまして、で、気づいた人いるかもしれませんが、実はアークサイン x とアークコサイン x の和がちょうど2分の π に等しくなるということも示しています。これは教科書の当時の教科書の演習問題の中にもあると思いますので、まあ、余裕のある人は後で確かめてみてください。それで、ここまででその何が言えたかというと、上にですね、f x、 元の f x も考えると、 f x はアークコサイン x でしたから、これというのは実はアークサイン x に表すと、2分の π マイナスアークサイン x に等しいということが、ここまで来てよく示されました。で、あとは、この両辺を x で移動します。このアークコサイン x の同関数はマイナスルート1マイナス x2 乗分の1と求められます。最後、アークタンジェント x の微分なんですけれども、ちょっと時間的に厳しいので、まあ、細部があったら、あと そこの残った部分はちょっと続き、また来週ということにしようと思いますが、ちょっと。
うん、ちょっとやっぱり厳しいですね。厳しいので、あの最後アルファベットXの動画数についてはまた来週ということで最後に終わります。一応これで、まあ、アルファベットXの動画数までまとめますと、一通り教科書に載っているような初等関数の動画数を含むような形になりますので、あとから上に入ってで、そこから先ですね、その、まあ、平均値の定義から始まって、テイラー分解というテーマが、そこから始まるという計算に入っていきたいと思います。ここまでの質問、何でしょうか？分かりました。